何分ぐらいだろう、3分ぐらい、もうちょい短いかな、3分弱ぐらいですね、分からん。ドキドキ。2分か、2分だって結構ある。2分ってだってお話し会だと長い部類の人だと思う。お話し会大体何枚、もちろん何枚の人が多いかな。まあ、1枚の人が一番多いっちゃ多いのか、数としては。だけどまあ いやどうだろうな、1回に出す枚数4枚ぐらいの人が多いかな。1枚じゃなかったら、1枚の人がそれが一番多いけど、1枚じゃなかったら4枚の人が多いかな。3枚とか4枚とか。それで何回か来てくれるみたいな。うん、楽しみにしてます。この前一人で8分待ちでびっくりした。あーでもなんかちょっと前からシステムが変わって1回に8分出せるようになったから、そうたまに8分の方とかもいらっしゃいますね。たまに一部に1人か2人ぐらい、まあ何枚でも、もう話し会でそんな気まずくなることとかないから全然。次は2枚でいこうかな。あぜひぜひ。1枚だとねバタバタするけど、2枚だったらまあまあ会話できると思う。1枚はもう会話できるけど結構慌ただしく終わっちゃうかな。4枚あったらもう完璧にって感じですけど、まあ人によるね。でもそんな事故ったこと私あんまないから、まあ安心していただいて大丈夫かと思われます。ズームのやり方いまいちわかりません。それは危険よね。うん、切り方仲良しなの、仲良し仲良し、切り方仲良しだよ。ズームのズームあるある、ズーム使うオンラインイベントあるあるは、だいたいねオーディオと接続されていません、オーディオと接続しますかが許可してなくて、オーディオと接続されてない人多数かな。あとミュートになってますよ、ミュートになってますよ必死に喋ってくれてんだけどミュートボタンのままで、ミュートになってますよってこっちがいくら言ってもずっとミュートのまま喋り続けてくださる方とかあるあるですね。こんばんは。まあでも大丈夫。あとあるあるなのが、えこれって2人見れないのみたいななんかスマホだったら1つの画面に4人までしか映んないとかなんかいろいろあって、なんかずっと福ちゃんの画面は見えてたんだけどもう1人の子がいなかったとか、逆に福ちゃんの声は聞こえたけどなんかもう1人の子しかずっと映ってなくてみたいなこうやってって言っても
も全然やってくんなくて、そうそう、 PC でやるのが一番いいけど、でも PC の外の内蔵マイクはちょっと微妙かもしれないですけど、どうなんだろう。あれね、あるあるですね。だからズーム不安だったら、ちょっと家族とか会社の人とかに手伝ってもらってズーム通り練習しといた方がいいかもしれないです。はい、難しいよね。絶対パソコンがいいと思う、ズームやるんだったら。もうスマホでもいいけど、パソコンの方がスムーズにできてるイメージ。まあイヤホンマイクがあった方がいいのですけど、画面はね、喋ってる人がアップになる設定 になってるんだと思うよ、大体最初は。だけどそれを設定をその変えてっていうか、ボタンピッと押すだけなんだけど、全員見ストリートビューみたいな感じで、ストリートビューなんか全部見えるようにしたりとかできるので、その辺をちゃんとできればいいなと思いますけど、結構難しいですよねズームって。もしかも始まっちゃったらさ、何喋ろうとかいうこう焦りとかで必死でさ忘れるよね。それどころじゃないっていうか、つながるのでこうまでつながるまでが大変すぎて、多分つながったらもう画面のことなんて考えてらんない気がする。パソコンにテレビつなぐと楽です。あ、そうなんだ。でっかい画面だからかな。はい、ズームの攻略本、攻略本とかあるのかな。あ、難しいかもしれませんが、明日のホームルーム来てくださる方はよろしくお願いします。ズーム難しいと思いますが、頑張りましょうお互い。私も別にそんなズーム使いこなせてるわけじゃないから。うまく説明できないと思いますけど、きっと大丈夫。今まで 8.5 割ぐらいの方はうまくいってるので大丈夫だと思います。残りの 1.5 割は、正直うまくはいってない時もある。メンバータブレット、いやパソコン、え、自分の携帯持ってくのかな。なんか自分の携帯持ってく時とパソコンを事務所で借りる時がある。バーチャル背景使ってないな。お話し会はね、iPad でやってるよ。バーチャル背景ユミリンの足こんばんは。ズーム、
ひろ結婚して10個ありがとう。パッパカパーン、 STU 素晴らしいと思った、ありがとうございます。ケケルバと何時だろう。今日はね、うどん食べるのと七並べのランキング読むのと、あとたい焼きを食べるっていう任務があるので、自分の中でね、その3つをこなします。たい焼き今日もらったんだけど、ちょっと食べる暇なくて持って帰ってきた。カスタード味、レンジでチンしようって。うどんはちょ、お腹すいたんだけど、今日ね矯正入れてき、矯正を締め直してきたから、また今ねロキソニン飲んでるけど、めっちゃ痛くって、今多分うどんしか食べれなくって、今たい焼き食べてる場合じゃないんだけどね。そう、3本立てでお送りします。サザエさん方式、パルコの近くのたい焼き屋さん、あ、そうなんじゃないかな、初めて食べる。あ、でもいろんな東京とかではもうたまに差し入れてもらう、ナルトなんとかみたいな、多分店舗一緒で、広島で食べるのは初めて。福ちゃんのメガネ姿見えなくなると思うと、見れる見れる、今日でメガネ生活終わりなだけで、あの強制メガネ生活、強制的な、明日から明日病院行くから、明日の検査終わったらもう放課後ホームルームからはもうやっとコンタクトがつけれます。嬉しい。コンタクトつけて検査終わってレンズの度数決まったら、でもそれ発注に1ヶ月ぐらいかかるんよ、乱視用だけん、海外から取り寄せるけんで、1ヶ月後の検査で、手術の前も多分コンタクトできんから、そこも1週間メガネ生活になるね。だからまあ、あと普通にショールームするときメガネのせてやる日もあるだろうな。早く手術したいんだけど、夏までにしたいな、てか生誕祭までにはしたいな。したい、クオリティオブライフが上がる気がする。どうせ同じお金払うならね、早くやってた方がいいよね。歯の矯正ももうちょっと早くやっとけよかったなって思うし、やっぱり体への課金は早くした方がねいいですよね。長い道のりだけど焦らずにやる、焦ってやってさ、そしてそのこの後の60年の人生変わるからさ、けどまあだったらゆっくりやって、さささささ、クレパサラありがとう、ゆっくりやっていいかなって感じ。この1ヶ月焦るよりもゆっくりやって、この後の60年間を大事にしたいですね。焦らず、でも今年の目標は、私の目標いや決めましたか皆さん。テレビ花さん市長美味しそうだった、あー今日だったんだ放送、美味しかった、高かった、あれ結構なお値段の短市長でした。コ
ンタクトで充血しないコツ、なんだろうね、自分の瞳のベースカーブとかちゃんと一回測った方がいいんじゃない。猫、私は今年の目標、無理するっていうことにしたんで、無理する、無理して生き急ぐ今年の目標、無理して生き急ぐことにしたので、いっぱい無理して焦っていこうと思います。バタバタしよう、無理する、生き急ぐ。そう、雅子さんになろうと思います。若気の至りをいっぱいする。若気の至りをいっぱいする。将来恥ずかしくなったり、将来後悔するようなことも無理していっぱいする。どう？そうよ、チャレンジチャレンジ、何でも。犯罪以外は大体 OK、 犯罪は絶対しないですけど、当たり前ですね。アイドル犯罪したら嫌でしょ、普通に嫌だ。アイドルじゃなくても嫌か、はい、それは背中を押してほしいとか止めてほしいとかではないかな。見守っている、なんか、ああ、まあ勢いでんだなとかぐらいな感じで、ノーコメントでいてくださいあんまりみんなも振り回さない、いや振り回そう、巻き込もう、見守っててください。将来笑い話になる、そうだよね。いや将来なんであれ、あの時あんなだったんだろうって恥ずかしくなるぐらい若気の至っていこうと思います。具体的にはよくわかんないけど、具体例は一個も思い浮かばないけど、見守っててください、うん、疲れんぽん。 How are you doing? 久しぶりだ。見守りたい、いいよ。 終わらない歌を歌おう。さささささ、ミケちゃんありがとう。でも今日ちゃんと節約したんだ。今日ね、歯医者行ったけど、いつも会社帰りバスで帰ったり電車で、まあ電車帰ることないか、もうバスで大体帰るんですけど、そうバス代のその数百円をケチろうと、ケチ節約しようと思って、雪めっちゃ降ってたけど歩いて帰りました。寒
寒かった。帰りスーパー寄ろうかなと思ったけど寄らなかった。寄ったら絶対お菓子買っちゃうわと思って。何分歩いただろうな、30分ぐらいかな、ちょっとわからないです。雪道って言っても、まあ、その雪、そんなね、東北とかみたいにゴリゴリ雪じゃなくて雨みたいな感じで雪が降ってるだけなんだけど、数百円分ある、数百円分節約できたなって。でも時は金なりだから、その30分を200円か300円、ちょいつもピピってやるから電車代把握してないんだけど、200円か300円か分かんないけど、その多分300円とするか、30分に300円の価値があるって考えたら歩くよりバス乗った方が人生の計算的には、まあ、プラスなのかなと思うけど、タイムイズマネーがどれぐらいタイムイズマネーなのか分かんないから、まあ今日は歩くでよかったとする。あと4分でギルバト、今日の予定はギルバトやってなんか食べて七並べのランキング読んでなんか食べます。あ、運動できたらこれも浮く、確かに。歩くときいろいろ考えたりしない？あー確かに、どうだろう、ずっと YouTube のゆっくり解説を流しながら歩いてるから思考停止人間になってるかも。今日はね、世界で起きた三大凶悪事件のゆっくり解説を聞きながら帰りました。そんな人生なんだよね、ずっとゆっくり解説ばかり聞いてる。こんな20代でいいんだろうか。皆さんこんにちは、ゆっくりマリサとゆっくり霊夢とゆっくりマリサだぜばっかり。もうああいう系の動画見すぎて、おすすめ全部ゆっくりだから、なんか私の YouTube のおすすめ欄めっちゃ東宝好きな人みたいになってる。そう、めっちゃ東方のキャラにだけ詳しくなってる。ゆっくり解説にあるタイプの東方だから、なんだっけな、袋罪袋先生とか、きんな、なんだっけ、フランちゃんとか、キメーマルとか、そんな感じ。まあ、大体はマリサとレームとマリサですね。コロナやばいね。やばいのか、あんまり分かってない今回のコロナのこと。もう、ちょっとよくわかんないです。難しい話が。こんばんは。かわいい、ありがとう。ギルバト始まるのでちょっとギルバトさせてもらいます。すいません、携帯をしばらく見ます。ゲーム実況か、ゲーム実況あんま見ないな。
なんか私もうちょいゲームに興味ある人間に生まれたかったな。ゲーム実況。あ、ま、疲れんかも。お、ゆみちゃんがいます。今日のギルバトは、お昼のギルバトがね、ギリギリ勝てたんだよ。もうあと3分守り抜けるかみたいな状況でギリギリ勝てて興奮した。戦力なんぼだろう今。128兆しかない。恥ずかしいや。でも LINE ポコポコはずっとやってる。こんばんは。ポケモンと動物の森以外はやってないね。友達コレクションとかたまごっちぐらいじゃない。ラブベリー、ラブ&ベリー、インスタ好き、ありがとう。インスタね、ちょっともう今日はインスタ投稿諦めてるけど明日は投稿するね。なんかしら今日も歯の矯正入れて、歯の矯正閉めてきたことでさ、歯が痛すぎて何もやる気がなくて、メールもごめんね送るのめっちゃ遅かったよね、9時半くらいに一気に送っちゃってごめんと思いながら、でも本当に携帯を触るやる気もなくって痛いしか考えてなくって、今日本当ごめんなさい。申し訳ない。お許しください。やば、あとショールームじゃない、インスタのフォロワーさあと2人になってる。10人ぐらい増えてるね昨日の夜から。インスタフォローしてください。あと2人で4000人なんです。昨日の夜さ一晩、今日寝てるうちに4000人いくっしょとか思ったけど結局いかなかったね。インスタあと2人でフォロワー4000人なんで、ぜひフォローお願いします。福田あかりって言います。福田あかりって検索したら出てくるのでぜひよろしくお願いします。あと2人です。ぜひお願いします。ギリギリ行ってないんで。起きとったよ、3時ぐらいまで起きてたよ。お疲れんこん。インスタうまく使えてる。あ、ほんと？ありがとう。フォローしてる人は自分の家族とかフォロワーにふくちゃんのインスタフォローした方がいいよって呼びかけてください。お願いします。もうショールームで言っても大体フォローしてくれてるからさ、みんなもうあとはその別のところに広げていかないとね、裾野を。やばい、ドライブやばい。 LINE しよう久々に。5人紹介でランクアップ、そんなシステムないよ。そんな習い事みたいな、習い事お店みたいな
何人紹介でサンプルプレゼントとかじゃないかな。まずこれ言っても一人も増えてないわ。服が届きます、フォローするとお願いします。服が届く。お、やばい、一人も増えてない。あー、私って発信力ない。ショールームじゃなくてインスタフォローしてください、お願いします。びっくりした、なんか一人ぐらい今ので増えたかなと思ったけど死ぬほど増えてなかった。カレンコン、チュキ、よろしくお願いします。あ、一人増えた、やったー。あと一人、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 あと一人。あー、来た、4000人行きました、イエーイ。アカウント作ってる今。あ、もうこういう時大体一人減るからさ、このすぐ。お願い、今からでもフォローして4000人超えていこう。4005人ぐらいになっときたい。一応安牌で。安牌、あ、2人減った。慣れた。もういいや、どうでも。もういい、もういい。もういいです。面白くないな。こういうことする人いるの本当にすか。やばい、ユミコがさばいてるから、これ私守備だな。How are you doing? 久しぶりだ。カレンダーの、ラベンダーの香りの季節。深呼吸をしたくなる空気。変えてきた気がするよ。はあ、なんか、なんだっけ、キューベのスタンプ送っちゃった。ユミコに。How are you doing? あ、ドラパンされた。懐かしいね。誰も来ない、ゲルバと、ユミコと私だけ。滝服だけじゃ戦えないよ。せめてミチか、ミナミ来て。見て仕事中？あ、そうか。それは仕方ない。みなみどこ？みなみちゃん。配信終わった？みなみ。何？お風呂入ってんのかな？まひな先生が多分、まひちゃんがきっと助けに来るから、残り3分ぐらいで。こういう時まひな先生が来るって相場が決まってるので。そうでしょ、インスタのフォロワー4,200人になった。ありがとう。あ、すごい、明らかにショールーム見てくださってる人が助けてくれてる。ありがとう、ありがとうございます。嬉しいです。
波来たじゃん、ナイス、ありがとう、嬉しい、インスタフォロワー4000人達成ありがとうございます。あと3月29日あと2ヶ月ちょいで6000人増やすことはできるのか。明日歌唱力だね。あ、そうなの、やばい、練習しとかなきゃ。6000人は無理じゃね、あと2ヶ月ちょいで4003人になった、ありがとう、いけるかな、歌唱力ね、歌唱力今年あったらエントリーだけしよう。なんかただでさ、プロの人に歌を見てもらえるって普通に考えて得じゃねって気づいちゃったの。だからもうなんかあれな、ね、なんか放送されるんやな、予選も嫌やな、ファンの人に見られたくないな、普通にプロの人にだけ聞いてもらってここがダメですって言ってほしいだけなんだけど、ファンの人に見られたくない、どうしよう。恥ずかしい。いや福田推しには見られてもいいけど、いや福田推しにこそ見られたくないかな、ふざけて言って、なんか自分の真面目なところを見せるのが恥ずかしい、なんか親に学校での自分見られるのが嫌みたいな感じ、もうそのレベルに来てる自分のファンが、わかる、なんだろうな、なんか親に友達と喋ってる自分見られるの嫌みたいなのあるじゃん、わかる、思春期のそれがある、ファンの人を近くもに普段の素をさらけ出しすぎて、なんかその真面目モードの自分を見せるのが恥ずかしい、もうここの息まで来ちゃった、ファンの人に対してやばいかもそう、そっちなんよ、そっちの恥ずかしさなんよ、授業参観の恥ずかしさなんよ思春期なんよ、そうよ、だから自分の歌が下手とか上手いとかが恥ずかしいとか、もうそれはいいんよ、別に公演とかで普段歌っとんの見られてるしいいんよ、それはいいんだけど、もうなんかだからさ、そういうモードの自分をさ見られるの嫌じゃん、親とかにね、嫌っていうか、なんかちょっと気恥ずかしい思春期あるじゃないですか、中学生の時とかで、それになってて22歳なのにファンの人に対して、だから恥ずかしいだからむしろ自分のこと全然知らない他の AKB グループのファンの人とかだったら全然見られてもいいかもしれないけど、自分のファン逆に恥ずいみたいなとこありますね私みんなも多分さ、ドキドキしながら見てくれるでしょ、別に決勝とか行かないけど、それもなんかおもろいよね、アイドル思春期入っちゃってるわ親戚っていうか何なんだろう、ちょっと心の距離近くなりすぎてる恥ずかしい、その恥ずかしさがあるのでちょっと怖いんですけど、でもちょっとね、あったらエントリーだけしてみようかな、はあ、回復薬なくなった、そう、めいっ子見てる感じ、たまに言われるわ、もはやファンが身内、いや身内すぎる
2期全員の前で1人で歌うの平気？別にメンバー、メンバーの前でどうなんだろうね。別に大丈夫か、意外とカラオケとかでなんか初めて一緒にカラオケ行く友達とかの前で意外と1曲も歌えないタイプだから。私生き別れたアリ目線、それ複雑な目線やね。あ、回復薬なくなった。ダメだ、私はもう守備につけないよ。副キャプテンの話でした。あ、ほんと？みちゅに今度聞こう。大変だな、みちゅも。ね。大変だろうな、ほんと。キャプテンだけでとやかく言われることも多いだろうし。大変だ、大変だ。よいしょ、こんばんは。周期、まあ、彼と嫁に引き取られた娘。え、むずっ。ダメだよ、そんな複雑なこと考えちゃう。好きな女の子だけでいいよ。あ、やばい、ドラゴン出ちゃった。あ、ゆみちゃん来た。シュキメロ、シュキメロ、シュキメロ。あ、みちゅ来た。ナイスナイス。俺たち一面。めっちゃ相手の人攻撃早いんやけど、銃声する追撃のアンクって最近よく見るな。何これ、新しいアンク？銃声する追撃のアンクってずるくない？銃撃と連撃一緒になってる、もしかして。銃声する追撃のアンクずる。これ最強のアンクなんじゃない？こんばんは。アンクずっと増えてない。本当？15秒で攻撃してくる。銃戦する連撃ってなんだ？チャットしよう。チャットはね、回復薬がなくなった報告ばかりですね。わ、ゆみちゃん今絶対さばく時じゃなかったよこれ。福田銃撃だよ、ずっと福田ずっと銃撃のアンクよ。連撃の上位互換か。こんばんは、ありこ。あー、ドライブコラボやりたい。船のカラオケ大会の全然覚えてない。なんだっけな、ももクロとかでしたっけ。あれ配信なかったから何でもありだったからな。カリンゴー、ドライブ楽しい。やば、インスタのフォロワー4000人いってんの、気持ちいいな、嬉しい。てかちょっと前にさ、3000人ってか言ってたけど、あれから1000人増えたんだ、嬉しい。
イースターバニーにしときって。今何になってんの私。イースターバニー持てないよ。イースターエイミ持ってる予感がない。1億ジェム、もうジェムのインフレがやばすぎてついていけないな。今日はなかなか長いね、ギルバトが。ごめんね、みんな長引いてつまんないよね、ごめんね。ギルバトをショールームでやってる時って本当になんか罪悪感で死にそうになる。ごめんね、ずっと携帯見てて。こっちも長い。カインゴー久々に長い。ありがとう。共存するの楽しみ。久しぶりだ。22時台だけど負けた。あん、22時台だわ。あれだね、1億ジェムって。一重100千1万ジェム100万、今4600ジェムしかないです。4600万ジェムしかないです。ガチャ1回引けるねって。この前昇竜ガチャさ、年末2回引けたじゃん無料で。あのノリでさ、1月になって2回回しちゃってさ、あ、これジェム使っちゃったわってめちゃ無駄なことしちゃってお金なくなったんだよね。けどもう別にいいや、どっちみちジェム、こんな端下ジェム、端下ジェム持っててもしょうがないからどっちみちってなったけど。そう、まあそういうこともある。絶対私のこと倒せるのにめっちゃさばいてくるんやけど、なんで？時間稼ぎかな。寒いね。ね、寒い今日。寒いっていうか冷たい。地球が冷たいかな。あと4分で終わる。ありがとう。
今日はうどんの予定です。うどんをね、鍋でしっかり茹でるかもうレンジでチンで済ますか迷ってる。でも鍋でやった方が美味しいんだよね。もやしぐらい買ってきたらよかった。具が欲しい。あ、鍋焼きうどんギフトありがとう。鍋にするべきか。やっぱそっか、鍋にすっか。具ないけど卵しか。出来上がったら先に投稿ね。そうそうよ、本当にマジで。それうどスタグラム忘れちゃうから。高級卵もなくなる。鍋、なんかグー買ってきたらよかった。でも噛めないんだ、買ってきたところで。おはねこメールから届いてない。いや、それはないと思う。おはねこメール以降もういっぱい送ったよ。メール7件送ってるよ、合計で。届いてるよね、みんな。バグってる何か。どうなんでしょうか。あ、負けた。負けたよ。負けた。負けた。届いてる、メール届いてるって。届いてますね。21時過ぎにたくさん来たよ。だよね、アプリが調子悪い。あー、たまにあるよな、それ。よし。おはねこメールからしか届いてない。アプリで届ってる。じゃあアプリの人来てないね。やだな、ごめんね。せっかくメール受信してくれてるのに。私、福ちゃん今日メール1件しか届いてない、ないんだって思われるのがやだな。自分も届いてないよ。そうなの。私だけ、他の子のメールも届いてない。どうなんだろう。アプリメールたまにあるよね。この半年に1回ぐらいこういう事件起きますよね。どうなんだろう。キャリアで撮ってる人は届いてるってことか。アプリメールの人に届いてないんだ。ごめんごめんって言ってか、自分はごめん、把握できてなかったんだけど、それをくちゃんしか撮ってない。ちゅ、疲れんこん。か。巧みな誘導尋問。なんか私のしかわかんないもんね。かりんご。そっか。難しい問題だ。しかもなんか
問題が発覚しづらいんだよね、そういうのって。なんか私が送ってない、福ちゃんが今日送ってないだけかなとか思うし、てか僕のとこだけかなみたいな、他の人は届いてるのかなとか思うし、なんか難しいよね。アプリの人届いてないみたいです、ごめんなさい、すいませぬ。じゃあアプリメールで今日届いてない人のためにざっくり今日送ったメールの内容を言うと、まあ、おはようメール届いてるんだよね。2件目はゴロミちゃんの全部の毛の数を数えたっていう結果報告を送って、うん、万本ありましたね、あれ全部数えました。もう一個はあ、ニャンスケが空を飛んだっていう話、ガチでニャンスケ羽が生えてたんですよ、ふわふわで意外と羽が生えてた話と、もう一個はなんだっけな、あ、ビキニ来たんでビキニの写真送りました、初めて。そうそう、ビキニ買ったんですよ、ビキニの写真を送りました。うん、すごかったでしょだよね、真冬だけどビキニ買って、その試着室の中でこうやって鏡越しに撮ったやつを送りました。うん、脱いだらすごかったみたい、残念だったね、届いてなくてね、忙しすぎだったでしょ。そう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 、不具合か、届いてないか、不具合か、残念だね、送ったのにな。うーん、あともう次は、あと私の LINE の IDのあの QR コードも送りました、うん、眠れない夜に電話しておいでっていうので QR コードも送ったんだけど届いてなかった信用にかかります届いてなかったか、こう不具合だね、どうした？不具合結構起きてんだ今日。じゃあ、そうそう、ペイペイの QR コードも知らそうそう、ペイペイいつでもね、あれで私に送れますから、ペイペイの QR も送りました。そうそうそう、私のうどん代を助けてもらうために。そう、親猫メールも、親猫メールはビキニの写真もワンカット、ちょっと上のアングルから撮ってみたやつを送ったんですけど、親猫メール、見た？見直したでしょ？届いてないんだ今日のやつ。そっか。うーん。しょうがったやろ。ごめんねアプリメールの人。不具合で届いてないみたい。
残念だな。惜しかったね。何人か信じてそうだな信じてそうで怖いですけど、まあ全部本当です。よいしょ、うどん茹でに行こう。炊いた。斜めじゃん。まあ、いっか。お湯沸かす。雑だと。欠陥住宅なんですよ。よいしょ。うどんあんなにあったのに少な。冷蔵庫の霜取りしなきゃな。あと2個しかないよ。5円チョコ。ビキニってビキニ鑑賞のなんかの衝撃ぐらい初めて見た時に衝撃を受けたからビキニって名前になったんだって。衝撃受けたか今日みんなも、ね、ビッグバンでしたね。もう衝撃は鯛焼きの温め直し方わからんな。しなしなぐらいでいいや今日は。パン痛いし。ガーナ。
そばなら食べる。いろんなとこでチョコ落ちてる。落ちてない。冷蔵庫の卵のスペースに入れてんのよ。来てんのに無視されてるって。無視はしてない。2000超えてるね。そう、とっても嬉しい。うどんスープないかも。ない。マジか、マジか。白だしでいいか。